森田秀正は日本代表が逆転負けでベスト8敗退した試合においてチームの戦術と戦いぶりに対して不満を口にした。彼は先制点を挙げたもののそれ以外の仕事ができなかったと述べ、相手チームの戦術が日本を研究してきた結果だと指摘した。特にイラク戦との類似性を指摘し、自分たちが露呈した弱みに対してチームが修正できていなかったことを反省した。森田は試合展開に関しても不満を表明し、後半に追いつかれてからの時間が我慢の連続であったと述べ、またベンチからの指示が不足していたとし、ハーフタイムには具体的な指導ができなかったことを明かした。彼は自身の役割についても疑問を呈し、どうすればよかったのかわからない、やろうとしていることが多くて一つに絞っていくべきなのかわからないと迷いを口にした。森田はチーム全体の作り込みが足りていないと感じ、個々の選手の質やスタイルの差が出てしまっていると指摘した。彼はチームとしてのスタイルや哲学が明確でないことが問題であり、それがチームの受け身さを引き起こしていると考えている。最後に、選手たちが臨機応変に対応できるべきだが、チームが混乱している時に冷静さを取り戻し試合の流れを変えられる選手がいなかったことも不満として述べている。